スペースシャトルの10回目のミッション、またチャレンジャーを用いて行われた4回目のミッションである。STS-9 の次であるが、スペースシャトルの飛行番号のシステムが変更されたため、STS-11 ではなく、STS-41B となった。なお、STS-10 は、ペイロードの遅れのために中止された。宇宙遊泳1、宇宙宇宙遊泳に放出された。 パラパビー -2 チャレンジャーからの再延展に到達するマッカンドレス STS-41B はチャレンジャーの4度目の飛行となった。1984年2月3日午前8時に打ち上げられ、8時間後に2機の通信衛星が展開された。1機はウエスタンユニオンのウェストル6、もう1機はインドネシアのパラパビー -2 であったが、 ベイロードアシストモジュールの不具合のために予定よりも低い軌道に投入されてしまった。両衛星は続く11月の STS-51A のミッションで回収された。飛行4日目、マッカンドレスとスチュアートは船外活動ユニットを用いて史上初めて命綱なしの宇宙遊泳を行った。初めて人間人工衛星となったマッカンドレスは 軌道から92メートル離れた。一方、スチュアートは、シャトルリモートマニピュレータシステムの端で足を固定する、ワークステーションの試験を行った。7日目には、両飛行士は再び宇宙遊泳を行い、ソーラーマックスの回収の練習を行った。回収と修理は、続く ST、STS-41C のミッションで行われた。また他に、STS-41B では、 STS-7 で宇宙に行った西ドイツのスパズアイが史上初めて2度目の宇宙飛行を行った。しかし今回はシャトルリモートマニピュレーターシステムの電子回路の不具合によりペイロードベイに止まったままだった。またこのミッションでは5つのガスの容器、6匹の生きたラット、シネマ360のカメラも宇宙に運ばれ、カンティンスフローエレクトルファンシスシステムやモネディスパース、 ラテックスリアクターの実験も続けられた。1984年2月11日7時15分、絵に7日間と23時間15分55秒の飛行を終え、ケネディ宇宙センターの NASA シャトル着陸施設に着陸した。スペースシャトルが打ち上げと同じ場所に着陸したのは初めてのことだった。チャレンジャーは地球を127周し、280万マイルを飛行した。NASA では、 ジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ありがとうございます。